阿弥陀教に聞くこれは「同胞新聞2018年3月号」から2019年10月号まで20回にわたり掲載された一楽誠先生のコラム「阿弥陀京に聞く」の録音図書です。一楽誠小松教区 宗園寺住職大谷大学教授「同房新聞2018年8月号阿弥陀教に聞く」第6回今現在説法該当箇所書き下し新修聖典 ページ「その時に仏長老シャリホツに告げたまわくこれより裁縫に十万億の仏度を過ぎて世界あり名付けて極楽というその度に仏増します阿弥陀と号数今弦に増しまして 法を解きたもう。シャリホツ、彼の度を何のゆえぞ名付けて極楽とする。その国の衆生もろもろの苦あることなし。ただ、もろもろの楽をうく、狩るがゆえに極楽と名づく。かっこ、その時にシャクソンは、 長老の一人であるシャリホツにお告げになりました。ここから西に十万億の仏の世界を過ぎたところに世界がある。その国を極楽と言います。その世界には仏がおいでになります。阿弥陀と名付けます。今も現に増しまして、 説法しておられるのですシャリホツよかの世界はなぜ極楽というのかそれはその国に生きるすべてのものは苦しみがなくただ楽を受けるからであるだから極楽というのですじいよいよシャクソンの説法が始まる部分です 前にも書きましたが、阿弥陀経は無文字説教です。誰も問う人がいないのに、シャクソンが自ら語り出されます。それは、どうしても伝えておきたいことがあったからです。その第一声は、西の方に極楽という世界があって、そこには阿弥陀仏、 ととという物がいいううがらっししゃるということでした地球は丸い球体だと知っている現代の私たちからすると西といってもどの辺りかということが気になるかもしれませんまた正確な西はどっちの方向だととらわれてしまうかもしれませんしかし ここで言われているのは阿弥陀仏の極楽という世界があることを知っているかということです。日常の生活の中で優劣や善悪損得や勝ち負けに明け暮れている私たちに対して比べることのできない世界があることを教えようとしているのです。 阿弥陀は古いインドの発音を漢字に当てた言葉で無量寿とか無量口と訳されます無量寿とはとっても長い寿命という意味ではありません長さでは決して測ることのできない命を意味しますそして 長いとか短いという分量を超えている世界を照らし出す光の働きが無良光と表されるのです阿弥陀仏の世界を知らないと人間は自分の思いを中心に測っていくことをやめられません人に対してもすぐに役に立つか立たないかを 基準に見てしまいますしますしいには生きている価値があるかないかとまで言い出しますそうやって人を測るだけでなく自分も測ることで人を傷つけ自分も傷ついているのではないでしょうかそんな私たちに比べられない世界があることを知っているかと シャクソンは呼びかけているのです極楽では今も現に阿弥陀仏が説法していると言われています比べられない命の世界を教えてくださっているのですこの阿弥陀仏の教えにいつでも触れることができるのが極楽です 比べる必要がなかったことを知らされる世界であるから、極楽なのです。そのことが、次の言葉でわかります。シャリホツ、彼女を何の故ぞ名づけて極楽とする。と、シャクソンはシャリホツに尋ねながらも、シャリホツの答えを待たずに語り続けます。 その国の主生、もろもろの苦あることなし」「ただもろもろの楽を浮く」「かるがゆえに極楽と名づく」と「極楽世界の楽が何であるかはもう少し後に説かれますがここでは極楽世界に生きるすべてのものには苦しみがないことが示されます。 一言で言うならば、比べることからの解放があるのです。勝ちづけの中で優劣を競うことに振り回されない生き方が開かれるのです。このような阿弥陀仏の世界があることを、まず釈尊は教えています。そして、阿弥陀仏の世界を生きなさいと、 呼びかけているのです第6回終わり